高知市春野町西分にある六条八幡宮です。鳥居をくぐると右にも左にも紫陽花が咲き乱れています。そしてこの神社には可愛らしい珍しい紫陽花も咲いているんです。およそ80種類の紫陽花が色づく六条八幡宮はその美しさから紫陽花神社と呼ばれ親しまれています。かつて境内の紫陽花は一株だけでしたが、20年ほど前から地元の愛好会が挿し木や土壌の管理を続け、今では1500株にまで増えました。今年は平年より7日も早く5月29日に梅雨入りした四国地方、紫陽花の色づきも例年より1週間ほど早いそうで、今は境内の5割が様々な色に染まっています。去年12月の大雪の影響で枝が折れるなどの被害があったものの、今年も例年通りの美しさです。毎年来てます。いろいろな紫陽花がたくさんあるいうことで、境内に色づく紫陽花の半分は牧野富太郎博士が名付けた姫紫陽花です。このように紫陽花の園芸品種には様々な名前が付けられています。今年新たに神社にお目見えしたのが月組、宝塚歌劇団の衣装を思わせる華やかな佇まいです。多くの人が足を止めるのがこちらのひな祭り。縁が濃いピンク色で何枚も重なっているのが特徴です。これがほら、花火みたいな。本当や、珍しいね。13年ほど前から六条八幡宮の評判を聞いた人たちが紫陽花を神社に奉納しています。高知市の門田美希恵さんもその一人。今年の母の日に息子の広安さんからプレゼントされた紫陽花を神社できれいに咲かせてほしいと奉納したばかりです。やっぱこれ見てやっぱ母が喜んでるのを見るのが一番嬉しいですね。素敵ですね。一番ええもんを、うん、やれてよかったで、ね、よかったですね。このジメジメした梅雨の季節にやはりこうひとときの涼を求めて、来ていただいて、そして、すがすがしい気持ちになって、力をもらって帰っていただきたいと思います。六条八幡宮の紫陽花は今月下旬まで楽しめます。